はい今回は新潟市でタクシーの運転手が強盗された後に、丸されたという事件についてちょっと考えていきたいと思います。2009年の11月に起こった事件ですのでまだ比較的新しい事件なんですがこの事件というのもですね まあ、犯人が、えー、分からず、えーまあ、未解決事件と、えー、なっております、えー、一体なぜ、えー、このようなことになっているのかと、あとはですね、まあ、もちろんはっきりとっていうのは分かりませんが、まあ、いろんなことを考えて、えーまあ、こうなのではないか、ああなのではないかっていう、まあ、憶測を、えーまあ、ちょっと、えー、考えながらお伝えしていきたいと思いますので。 今回もよろししくお願いいたますこの新潟市でタクシーの運転手が強盗され、丸されたという事件なんですが、あの正式な名称があるみたいですね、新潟市、これ東区っていうんですかね、東区かわかんないですけど、新潟市、そ東区、空港西1丁目タクシー運転手被害強盗殺人事件ということですね。長い名前ですけどこのま 新潟市でねタクシーの、えーまあ、運転手の人が、えー、強盗された後に丸されたっていう、えーまあ、事件なんですがで、まあ、この新潟市東区空港西1丁目タクシー、えー、運転手、えー、被害強盗マ人ジン事件ということなんですが、えー、この事件のですねまあ、最も難しいとされているところがまあ、犯人が分からないということもそうですし犯行動機が、えー、分からないっていうことは言われているんですがこれをですね何とか、えー、分かることはできないのかということを、えー、考えていきます。 でこのですねまあ事件のなんていうのかなこの犯人のまあシナリオみたいな感じを考えるんですが。 この事件が起こった当日に、ですね、新潟駅でこのタクシーの人が、ですね、タクシー運転手がお客を乗せているんですね、これっていうのは内容が複雑化して分かりづらくなってるんですが、いかに分かれるかっていうことをね、ちょっと真剣に考えていきたいと思いますので、事件が起こった当日に、ですね、この被害に遭われたタクシーの運転手 の方はですね新潟の駅でお客を乗せて、えー、その向かう先が空港だったとかっていうことも、えー、分かっているんですよ。で、えー、疑わしきっていうのは、この新潟駅で、えー、まあ、乗せた客ね、えー、これが、まあ、事件に何かしら関与している可能性が非常に高いと考えられるということですね。うん、で、えー、これ何がね、この事件おかしいかっていうと、この、えー タクシーに乗ったお客なんですがこのタクシーの運転手を探していて乗り込んでいたとかっていう情報があるんですよだからつまりもう狙っていたんですよね、この人を狙っていた、だからこれっていうのはあの、まあ、解釈もあるしはっきりとってのは分からないんですが強盗からのマルジンっていうことかもしれないんですけど僕はこれ狙い撃ちされたと思ってるんでねでお金もなくなってるんですがお金もしかしたらカムフラージュじゃないかなとかっていうのも思ったりします。 なんでそう思うのかというと、この新潟市のタクシーの運転手が丸されたという事件なんですが、タクシーの,この大きさがです、ね、中型ということだったんで、犯人1人であれば別に中型タクシーに乗る必要がないんですよね、小型のタクシーを普通に新潟駅で捕まえればいいにもかかわらず、わざわざ探して、この中型タクシーに乗ったとっいうあたりに、これはこの人を狙っていたなということを思います。 あと、ですねこの犯人が事件を計画していた可能性っていうのも考えられまして、一体何かっていう話なんですが、お,おそらくねはっきりとっいうのはわからないんですが、これっていうのは事件を犯人は引き起こす計画的狙いをあったっていうことを思います。 この事件が起こった日っていうのは大雨が降っていたんですがおそらくこの雨が降っている日を狙ったんですねそれはなんでかというとこのような悪天候の日にちを狙うことによって証拠が流れるからですねこれ まあ悲惨すぎるんですけど、何回もあの刺しているということで、返り血を浴びているんですが、うう例えばね水とか雨とかに濡れることによって、そういった証拠が流れていきますから、それを狙ったんじゃないかと僕は思います。でえまあむずいんですが、 この、えー、と事件の、えー、犯人の犯行の目的ですね、えー、何をこれ目的としたのかと、えー、いうことをこれ事件のことから考えて、強盗マルチンということなんで、えー、金目当てかとかって思うんですよ。ね、え実際に えー、売上金がなくなっているのでこのタクシーの運転手って売上金がなくなっている、えー、ことから金目当て金銭目的でやられたのかと思うんですがちょっと、ね、説明がつかないところが1つそれだとあるんですがこの、えー、丸されたタクシーの運転手の人っていうのは、えー、耳の下とか、えー、首とか何箇所も刺されていたってことが分かっているのでこれっていうのは恨みですよね恨みが非常に強いそこからの犯行だと僕は思います。 売上金とかお金を取ったっていうのは、恨んでいるとか、何回も刺したっていうことを隠すために、カムフラージュするために、金目当てのえ犯行なんだっていうことをえ思わせるためなんじゃないかなとかっていうのをえ思いますね。でこのもちろんえ事件の内容が まあ難しいんでわからないんですが、もちろん走ってる最中にね、えー、この犯人が運転手を、えー、刺した可能性があるんですね、でなん、えー、でかっていうと、タクシーがこの止まっていた場所っていうのが路肩に乗り上げていたということなんで、犯人が、えー、後部座席が突然、ですね包丁か、えー、ナイフかなんかで何回も何回も刺したということで、そこから、えー、こう乗り上げたっていうようなことですね。だからその タクシーが止まってるっていう、その止まり方もおかしい、不自然ということなんで、運転中にえまあ刺されたんじゃないかなとかって思います。で、このえまあ難しいえとされていて、わからないんですが、もちろん僕もわからないんで、わかるとかそんなことはないんですが、犯人ですよね、何者かっていう話、これはえまああの広くではなく、ちょっと狭く具体的にえちょっと考えていくと、実はこういうことが考えられるんじゃないかっていう、詰められる限りなんですが、事件のこの犯人えーの可能性 性があるのはですねえ。このえ、丸されたえ、タクシーの運転手がですね。 自分の妻の妻名義でスナックを経営していっていたとここが分かってるんですねでこのスナックの,あの、まあ、貸し店舗でしょうね、貸し店舗のえ家賃を、えー、その人が当分、えーまあ、滞納していたということが分かってるんで、これだからこのおそらくですが、その口にされないんですが、スナックの家賃の滞納が、えー、背後にあったトラブルからの金銭関係からの、えー、マルシっということだと思います、マル人事件で、まあ。そうなってくると、まあ、一緒に犯人は、ねえー、マルシだと金も取るかなとかって思うんですが、ここで何かっていう話なんですが、スナックとか がね水商売の経営の背後に八九さんがいりますので、この八九さんっていうのもまあ日本の言うならば支配構造で、まああのアメリカ C.I.A. のまあ参加で動いてますから八九さんっていうのも <laughs>、えー、まあ警察とバッティングするってことでこの。 893の何でしょうね手先がやってしまったとっいう事件だったら警察がどんなにこれを調べても犯人にたどり着くことはできないですよね、僕は思うんですけどこのタクシーの運転手を丸したっていうのはこの893の手先ですね、でもまあ,あのここからは、まあ、どうかなと思われるんですが警察は懸賞金を出しているけど、まあ、まず手先が逮捕されることもないでしょうしなんだったらもうこの手先も消されてるんじゃないかなとかっていうことを思ったりもします。はい ということで、まあこのね、新潟市でタクシーの運転手が丸されたという事件で、この、ね、被害に遭ったタクシーの運転手の方のご冥福をお祈りいたします。まあえー、ひどい事件ですよね。これ犯人がもう見つからない事件というのは、大体まあ僕の中でまあ公式というか、えー、こういったような感じなんだろうなと思うんで、ね、普通にしていれば日本の警察ってあの犯人を捕まえられますからと、うん、いうことです。はい、えー、ということで、えー、今回のコンテンツコードは終わりです。